XJAPAN の y o s が17日、都内で記者会見を開催し、2014年から恒例イベントとなっているディナーショーを今年も開催すると発表した。今回は、イブニング、ブレックファストウィズ・ YOSHIKI2024 in 東京ジャパンと題し、グランドハイアット東京ボールルームで、計6日間10公演が行われる。 吉木は4月26日に過労で倒れ、都内の病院に入院したと報告。今月10日に自身の SNS を通じて仕事復帰を伝えて以降、この日が初の公の場となったことから、もともとやることが決まっていたので、当日までに倒れないように、笑いと自虐的に笑う。続けて、素敵なショーができるように。 時間や体力などいろいろな配分を考えて当日を迎えたいと意気込み、ファンの皆さんとお会いできることを楽しみにしていますと呼びかけた。開催発表と合わせて楽曲制作と療養期間に充てるなどの理由から、昨年9から10月に行ったクラシカルコンサートを今年は開催しない予定であることも明かされたため、 本賞が今年最初で最後の単独公演になる。イブニング、ブレックファストウィズ・ヨシキ2024 in 東京ジャパンでは、ステージ前方テーブルの確保や、プロカメラマンによるヨシとの写真撮影といった特典がつく、VIP プレミアムパッケージも座席数限定で用意され、価格はヨシのディナーショー史上最高額の一席30万円となる。 イブニングブレックファストウィズヨシキ2024 in 東京ジャパン日程8月2日金曜日ディナーショー8月3日土曜日ブレックファストショー8月3日土曜日ディナーショー8月4日日曜日ブレックファストショー8月4日日曜日ディナーショー 8月23日、金曜日ディナーショー。8月24日、土曜日、ブレックファストショー。8月24日、土曜日ディナーショー。8月25日、日曜日、ブレックファストショー。8月25日、日曜日ディナーショー。会場、グランドハイアット東京ボールルーム。 全員兵役中の韓国の7人組グループ BTS が2019年10月に韓国ソウルオリンピック種競技場で開催し伝説のライブといわれる BTS ワールドツアー一重引用フラブユアセルフスピークユアセルフ一重引用フザフ,ファイナルの模様が19日5時から深レー10分 2CS 放送 TBS チャンネル1でテレビ初放送される。ザファイナルと題された記録ずくめのツアー最終公演では、これまで以上に迫力に満ちたパフォーマンスを展開。リーダーの RM が感情を抑えきれず、号泣するほど、メンバーや全世界のファンにとっても記憶に残る最高傑作のステージとなった。 打ち上げ花火が無数の輝きを放ち、グレーブラックのきらびやかなラメ入りスーツをまとった BTS が登場すると、ディオニサスの壮大なステージが幕開け、ノットトゥデーで大勢のバックダンサーを従え、パワフルなパフォーマンスを披露。アウトロ・ウィングス。 では、同じ欲を持った BTS と観客との息の合ったコールレスポンスが一体感を生み出す。ソロステージでは、真っ赤なスーツを着こなしてエネルギッシュなダンスで見せる J ホープ。ファンの近くまで愛と感謝を届けるジャンクーク。スイートなラップで会場をラブに包む RM。芸術性の高いダンスと歌唱をフルサイズ披露するジミン。 より深みを増した表現力で圧倒する部位。カラフルなスケアミニットの衣装で色気漂うパフォーマンスで魅了するすげ。一つ一つ言葉を噛みしめながら全力で思いを届けるジン。それぞれのメンバーのネームコールが会場全体に響き渡る。アンコール最後の挨拶では、メンバーが涙で声を詰まらせながら思いを打ち明けた。 このツアーが終わった後も、一人一人名前を持つ特別な皆さんが自分らしく生きてくれたら嬉しいです。覚えておいてください。皆さんのおかげでここまで生きてこられました。信じてください。これからも僕たちが送る言葉やたった一節の歌詞が自分を愛するきっかけになってくれれば嬉しいです。 今後僕たちがどんな姿で戻ってきたとしても一緒に乗り越えていきましょう。BTS の思いを受け止めたアーミー、BTS ファンも一緒に涙を流した。全世界のアーミーが感銘を受けたツアーのフィナーレを全曲ノーカットで届ける。18.19日に東京メプロパリタンロックフェスティバル2024以下。 メトロック2024人気アーティストが多数出演し、2日ともチケットが完売しているこの話題フェスを、アベマが今年も独占無料制中継する。東京公演に先駆けて11.12日には大阪公演が行われ、計50組のアーティストが熱いステージを繰り広げ、 集まったオーディエンスは極上の音楽を1日中楽しんだ。オリコンニュースでは大阪のステージに出演したアーティストたちにインタビューを刊行メトロック2024のステージの感想やオーディエンスの反響。2024年後半の活動についてなど語ってもらった。今回は再注目の二人組のバンドリコン伝説。 メトロック2024のステージを終えて、今回メトロック初出演だったと思いますが、ステージでのハイライトだったり、印象深かった曲や瞬間があれば、率直な感想をぜひ教えてください。松田穂ボーカル、小括好終わりコロンとにかく気持ちよかったですね。そして太陽が眩しい、眩しすぎました、笑い。 ベップ GT、小学校終わり頃ん天気めっちゃ良かったね。今回のセットリストに関して作る上での経緯や意図があれば教えてください。松田、離婚伝説の愛を伝えられるセットリストになっております。ベップ、この回答で大丈夫そうですか笑い松田、一曲目を、現れないで、にした理由はやっぱり愛を伝えるために。 別府、またしても、こんな感じですけど、大丈夫ですか笑い、松田、このまま、ありのまま記事にしていただければ、笑い。ありがとうございます、笑い。ライブステージ以外での裏話などあれば、教えてください。松田、たこ焼きが美味しかったです。普段、東京では、あまり食べないので。別府、お肉も美味しかったです。 松田、あと普段交流のあるクローのステージでは、後ろの方で踊っていました。笑い。お世話になっていて、好きなバンドです。終わった後、裏でも話しましたね。今回のステージで、離婚伝説さんを知った方もいるかと思います。離婚伝説というバンドは、一言で言うとどんなバンドでしょうか別府、ほら来たよ。 この質問。笑い、松田、愛です。愛を伝えるバンドです。笑い。離婚伝説の活動外で何かハマっていることや趣味などはありますか松田、スイカゲームとチーカワですね。笑い。チーカワのモモンガに癒されているし応援しています。笑い。別府、チーって応援する目線で見るものなの 笑い俺は一人回転寿司です。めっちゃコスパいいから早いし笑い。うどんと主食として納豆巻きとかを頼んで500円くらいで汁物と主食が手に入るってすごくないですかうどんも食べられるし。しかも牛丼屋よりも商品が出てくるのが早い笑い。2024年前半は メジャーデビュー決定、透明版ワンマンツアー、渚のランデブーの開催など素敵なお知らせがたくさんありました。そんな2024年も残りあと約半年となってきましたが、2024年後半の活動について、ぜひ言える範囲で教えてください。松田、どんな活動そうですね。愛にあふれた活動、笑い。 ベップ、もうそれ飽きてるよ。笑い。この全初ワンマンライブを経験したので、そこで出てきたやりたいことをツアーでやっていければと思います。松田、たくさん曲も作れればと思っています。離婚伝説としての今後の目標があればぜひ教えてください。松田、みんなに愛されるバンドになることかな。 別府愛し愛されるバンドかな。松田、そうだね。愛し愛されるバンドになりたい、長く。それだけっすね。笑い本日の様子は、アベマで最速配信されますが、ここを見てというポイントがあれば、教えてください。別府これはあるんですよ。松田、スパンコールの女のサビに、 ぜひ注目してほしいです。昨年4月に体調不良を明かし、同年9月にはライム病を患っていることを公表して療養中の EXILE 厚紙が、16日深夜、昨年12月12日以来となるインスタグラムを更新。近況を伝えるとと,ともに、ギター弾き語りで、蝶々トレインを歌う動画も投稿し、ファンを喜ばせた。 インスタグラムのストーリーズは更新しているものの、久々の投稿となった厚氏は、前の投稿が去年の年末だったので、きつけば半年が経ってしまいました、と報告。コロナ禍以降、なんか一年があっという間に過ぎていくような感覚。そんな中でも目まぐるしく、ものすごい世の中の変化に、気持ちがなかなかついていかなく。 改めて自分の芯がブレてはいけないなと感じる今日この頃です。情報が多すぎて汗と心境をづった。友人との2ショットや自身の写真を複数枚添え、髪の毛も伸びてきて、体調も少しずつ回復してきてリハビリも兼ねて、楽器を触りながら歌っていかないとなと思い、久しぶりにスタジオに入りました。 まだ本調子とはいきませんが、兆しが見えてきた感覚はあります、と近況を報告。また、ギター弾き語りで、蝶々トレインを歌う動画も投稿。どうか応援してくださる皆さんもう少しだけお時間ください。必ずパワーアップして皆さんの前に、そしてステージにもう一度立てるよう、頑張ります。 いつもありがとうございますと伝えた。アトゥシは昨年3月初旬に一酸化炭素中毒となり、同4月に体調不良を公表、6月にツアー全公演中止を発表した。同9月には2ヶ月以上、ひどい頭痛やめまい、吐き気に悩まされ続ける中でメニエール病が誘発され、さらにライム病を患っていることも公表。 治るまで結構時間がかかるそうです。完治までには2、3年かかるらしいです。と伝えていた。久々のインスタ投稿に、あっちゃんたくさんの写真ありがとうそして素敵な歌声をありがとう。あっちゃん近況報告ありがとう私たちはいつまでもずっと待ってるから焦らずゆっくりで、いいよあっちゃんが復帰に気持ちが向いていることが何よりも嬉しい。 髪の長いあさんも素敵ですねとファンの喜びの声が広がっている。